ケモンソルジャーの A0 です。切ないです。ポケモンごとに種族値という隠れステータスが設定されていて、タイプや特性、覚える技などポケモンの対戦での特徴や強さに大きな影響を与える要素となっております。そうね、六脚族なんて言葉もあるしな。優秀な技や特性をもらっていて、なおかつ種族値と噛み合ってるみたいなポケモンといえば、今だとなんだろう、もうパルディアポケモン大半な気がするけど、まあ羽ばたく神とかパオジアンとか、うん、めっちゃ強いですけど、その逆で種族値と覚える技や特性があんまり噛み合ってないせいで十分な活躍ができたねポケモンもいっぱいいます。あ、例えば物理アタッカーの種族値してるけど特殊技の方がいっぱい覚えるなとか、まあ、そんな感じのポケモンも、まあ、特殊技の方が多いんだったら物理よりも特殊の種族値が高かったら、まあ、今よりも活躍できるんじゃないかということで、今回は攻撃と特攻を入れ替えた方が強いポケモンを探していきたいと思います。まず種族値と特性の効果があまり噛み合っていないポケモン考えていくと、やっぱり代表的なので言うと原種ヒヒダルマのダルマモード、あ、元々のヒヒダルマ A が高いのにダルマモードになると C が高いポケモンになる。そのせいで技構成にチグハグが起きて技スペが足りないっていう。スパータイプになるから特殊の方が面白くねっていうことなんだろうけど、これ特殊にする意味はほとんどないもんな。フレドラ反動が痛くなっちゃうから特殊にしてあげようっていうことなんかな。でも S 下がってる分上から殴られるから、フレドラの反動を食らわなくなる分相手から殴られるから死亡率あんま変わらんと思うけど、これあれか、ダルマモードヒヒダルマの方じゃなくてノーマルヒヒダルマの方を特殊に変えるというのも手だな。なあ、こっちの方が強かったりするかな。そうすると反動ないからシンプルに火炎放射とかで殴ってって、で半分以下になったら変身して S 下がって BD がめっちゃ上がるみたいな。うちに力ずくで使いたいけど、ああもはや特殊でフレードラじゃなくて大文字サイコキネシス気合玉みたいな。確かにそれとも強いな通常ダルマを特殊にした方がいいか。力ずくでもダルマモードでも使い道がありそうだから。でガラルは原種と逆で物理っていう。特殊にしちゃうとあのトンボ返りが弱くなっちゃうから、スカーフトンボみたいなのがパッとしなくてっていうのはあるけど、今だったら、まあ、トリックとかも覚えるからな。トリック、サイキネ、モンジ、キアイダマ悪くはない。あとは張り切りのトゲキス、まあ、トゲキス A50 だけど AC 反転すれば A120 になるのか。今基本のエアスラーテンメグ型が物理主体のポケモンになるとどうなるかだけど、ひるますことできるのか。ゴッドバードはひるむけど一回だけ。思念とか。まあ、エアスラが嫌いだったら、こっちにしてあげた方が、まだいいのかな。新速、ドレインパンチ。俺が中学生の時に育成したハリキスだ。まあ、なんか、これにするんだったら、フェアリーからノーマルに戻してほしいけどね。フェアリーの物理って、ジャレツク覚えるのこいつ。ジャレツクは覚えるんじゃない。じゃ、ジャレツク、ゴッドバード。ゴッドバードなの？ロマンでしょ。いいけど。外れたらやばい。A72 ね。A 上げる手段はないもんね。バルダクミは覚えるけど、古い立てるとか8世代はあるな。マザマシンあるか、うん、今9世代に古い立てるのマザマシンないからあれだけど、まずトイキスがいないし、まあまあね、張り切り神速クソ強いけどな。今のノマテラ海流よりちょっと弱いぐらいの火力が出るってことでしょ。うん、だからこれに9世代来てノマテラすればすごいよ。まあ外れるけど。外れるけど面白そう。エアスラ運ゲポケモンだけど、こっちもこっちで運ゲポケモン。逆の方で自分が外す方で運ゲ、うん、あと噛み合ってないとは違うけど、入れ替えることで得するのはマリルリとか。 AC 反転すれば A60 の力持ちになるからちょっと強くなる。まあこれはただ得するだけということ、うん、あとレジギガス。あ、レジギガスも C160 になってスロースタートで A 半分だからウキウキで、めっちゃ硬くてめっちゃ C 高くて遅いポケモンとして使えるの。まあスロースタート C は下がらないから、ね、ただ覚える特殊技が少なすぎると話題になっている。テラバーがあるから、まあそこで結構完結しそうではあるけど、気合玉10万大地高風。まあでも意外と揃ってはいるな。神に打点が全然ないのが気になるけど、技が少ないのが難点だけど、種族値だけ見たらやばいと。 HBD110 の C160 ってもう強いけど、あくびとブラッドムーンないガチグマみたいな感じだ。あ、ガチグマガチグマの方が強くねガチグマってすごいんだよ。ガチグマってすごいんだな。あとは物理技がいっぱいある特殊ポケモンなんだけど、特殊の火炎放射とか冷凍イオンに比べると、物理だと炎のパンチとか冷凍パンチだからちょっと威力が低いってことであんま得しなさそう。ブリジュラス剣舞とか、そう、積み技
が、まあ、メインで注目するべきポイントになるかなって思うんだけど、ガチグマの剣舞とか。原種じゃなくてってことね。あ、そう、暁ガチグマは剣舞覚えるから。まあブラッドムーンないんだけど。絶対ブラッドムーンってか真空波があるから絶対特殊能力が強いな。物理ドラゴン技ってブリジュラス何があんだ？ドラゴンクローぐらいじゃない？絶妙だな。なんか悪くはないんだけど。スケジュあったらね、いいんだけど。いやー、どうなちょっと弱そう。今でいい感すごいな。リュウマイだと、ラティオスとか。サザンとか。ラティオスも、サザンドラもスケジュはあるのか。でも、正直月の方が強そう。まあ確かに。冬、あるけど。あるけどだな。伝説環境だと、無限ダイナのリュウマイとか。こいつ、物理はさ、全然覚えないよ。一応 SV で激鱗とかダストシュートとか増えたけど、うちの物理技は増えたけど、フィッチが空元気ぐらいしかない。まあテラバ込みでリュウマイダスト激鱗テラバ弱そう。こいつもスケショない。そうだね。まあ映画145になるけど、いやマジで月でいいな。これも S も130だからな。これでね神とか抜いてるんだったらまだ使う気を受けるけど、意外と微妙だな。ビルドアップだけ覚える特殊ポケモンとかいるかな。ビルドアップパルキアとか。ディアパル、まあ、あいつら瞑想はしないからね。やっぱドラゴンは、あ、でもスケジュアルか。あるんじゃない、ディアルがもうなかったっけ。あ、じゃあ強いじゃん。ディアパルでビルドスケジュア。ビルドスケジュア。でもなんかもったいなくね、 B 下がるから。上がって下がって。まあ、ディアルガの方がいいかな。あと物理の積み技、トグロを巻くミロカロス。これすごいよ。催眠トグロがめっちゃ催眠当てるようになって、A も高いから、いっぱい殴れる。A100、C60 か。合成にちょっと命中不安の技使おう。アクアテールで。トリプルアクセルも全部当たるようになるぞ。お、トリプルアクセルもありじゃね？スケールショットは？ああ、え、スケールショット。ワンウェポンか。ああ、いや、再生いらないんじゃないワンちゃん。トグロ催眠、スケショー滝登り。なんか結構強そうだけどな。めっちゃうざいだろうな。スケショ積んで上から必中催眠して、起きるタイミングで滝登りでひるませると。トグロ1回だと必中じゃねえんだよな、催眠。そうね、2回か。だいぶ面白いポケモンにはなってる気がする。それと逆で、特殊技がいっぱいある物理ポケモン。今だと海流とか。そうだね。まあ、特殊技の方が超高火力技はないけど、なんか中火力ぐらいの技多いからね。霊微放射10万みたいに。神速がないからな。ない言うても別に A100 の神速使ってもいいしな。でもちょっと弱いよ。特殊3つ神速プラス神速みたいな。一致で飛行技を使いやすいのか。そうだね。まあ、使いやすいっても暴風と安らだけど。リュウマイを使いづらくなるから。そうだね。強くなってるかと言われると、ちょっと怪しい感。あとバンギラスとかもだけど。バンギメテビー覚えないもんな。てかもう畑来たからな。確かに。で、ついのがいいよな。逆にメテビ組は結構いっぱいいると思うけど。まあ、岩は死より絵のが大体高いし、ね、ドサイドンとか、アーキオスとか、鉄の岩尾とか。ドサイドン特殊技多くね。確かに。え、ドサイドン強くね。平石で仕上がるぞ。うわー、神だ。メテビ第一もあるし。第一あるよね。で、10万霊微放射。放射。来た。あれ、ハイドロポンプも覚えるもんね。ああ。水テラスドサイドンで。わハイドロポンプでもいい。ドサイドン強いわ。特殊になるべきポケモンだった。こんなに物理技も恵まれてるのに特殊のがいい。確かに。その岩尾エスパータイプだから特殊のがいいとかないかな。てか絶対特殊のがいいでしょ。メテービーの方がいいでしょ、岩尾なんて。パワフルエッジはいらない。うん。でも特殊技、サイコショック、エアスラッシュ、サイコキネシス、海光線、テラバースト、メテオビームの6つしかない。大地ないのか、こいつ。じゃあちょっと怪しいな。鋼の打点がテラバ頼りなのは。ブーストエナジーをさ、できたら持ちたいけど、メテビ使うならパワフルハーブが持つことになってちょっと悲しい。今、毒画であるあるだけど。ノココッチとか、超地味だけど。あー。爆音波強くなるから。特殊技めっちゃあるしな、こいつも。積み技もね、いっぱいあるからね。瞑想とかもあるからね。瞑想とトグロ両方あるからね。うん、まあでも爆音波がやっぱ一番火力出るから、まあ、AC そんなに離れてはないけど、この15がでかいかもしれない。まあ、特殊技の強いところで言うと、噴火の炎帝とか。聖なる炎強いからな。そもそも炎帝、そんなに AC 高くないよな。まあ確かに。90と115か。C115 の噴火ってどうなんていう。神速もな。カイルと一緒で弱くなるからな。そして噴火以外の特殊技何があるんだという。エンティアの代表的な特殊技といえば、神通力。
ネッサの大地あるぞ。物理のが強えな、変態は。あと積み技で言うと、バルダ組の大ニューラとか。これ結構強いんちゃう？真空波あるのでかい気がするんだけど。物理の先生技、電光石火だもんな。しょっぱすぎるからね。フェイタルクローなくなるけど。まあ、フェイタルクローはないけど、別にまあ、真空波、気合玉、ヘドロウェーブ、ヘドロ爆弾と、あとシャドウクローよりシンプルに強いシャドウボールもあるぞ。草結びは打つことないか。あんまり保管は取れてないな。格闘技で良さそうだな。まあ、炎のパンチ、炎打点が使えなくなるか、あと猫魂もちょっと弱いが、物理を特殊にした方がいいのはあんまりないか。ドサイドン。ドサイドンが一番。まさかの見た目に似合わず、ドサイドンめっちゃ噛み合ってるわ、特殊。というわけで、闘域と特攻を入れ替えた方が強いポケモンを探していったんですが、まあそもそもが種族値に合わせた性能を設定されてること多いから、まあ、あんまり入れ替えた方がいいみたいなのはなかったな。代表的なのでさ、カプコケコとかいると思うんだけどさ、今さメザパないから別に物理でいいよな。まあそうかも。それ7世代の時は AC 反転した方が良かっただろうけど、物理テラバでもいいかも。ライジングボルト覚えるんだったらさすがに AC 反転してくれた方がいいけど、まあ AC 反転とかリージョン来ない限り絶対ないから。そうね。特殊ドサイドンだけは夢が広がるという結果になりました。物理型でも別に強いけど、他に何かいい感じのやついたらコメントで教えてください。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。お願いします。